津波堆積物の生成を示す津波堆積物はタービダイトの一種で大規模な津波によって海底から巻き上げられた泥、砂、液などの砕設物や生物以外がそ底や陸上に堆積してできた堆積物である。津波堆積物の生成年代を決定することにより過去の津波の襲来時期や押し寄せた範囲を明らかにすることができるが、 堆積物の分布と浸水範囲は一致するとは限らない。津波の生因によって地震によるもの、火山爆発によるもの、隕石落下によるものがある。寄せ波によって陸上や沿岸故障に運び上げられたものの他に引き波によって海底に引き込まれたものも津波堆積物ということができる。しかし、台風などの気象現象による高波や洪水の痕跡との識別は難しい。 研究の歴史は浅く、日本では1983年日本海、中部地震を契機として始まった。1980年代後半以降、多くの研究者によって、精力的な研究が行われ、知見が蓄積されている。堆積物の解析とは、年代特定と津波規模の特定が主目的となり、年代を特定するために古生物学、考古学の視点、 堆積物形成のプロセスを理解するためには、地質学、地形学、地球物理学、津波工学、堆積学、流体力学などからの複合的視点が必要である。過去数千年間の歴史に残っていない津波を知るためには、近代的地震観測が行われた以降の地震や発生直後の調査によって、どのような体積が行われたのかを知ることが重要で、陸上での発掘や、 ジオスライサーによる堆積地層サンプルの採取が行われる。津波による堆積物と判断するための根拠は大きく分け書きの5つであるがすべての堆積物に適用できる基準は存在していない。砂層の分布範囲が広い。歴史記録と年代が一致する。特徴的な堆積構造がある。地殻変動を伴う。特徴的な構成粒子を伴う。これらのうち、 複数の組み合わせあるいは単独により判断が行われる。さらに、堆積物中の水溶性イオンの分析により、津波浸水域であるかの判別を正確に行うことが可能である。その結果、蓄積されたデータを多角的に利用したシミュレーションを行い、発生した津波の規模から地震の規模を明らかにすることで、減災、防災に役立てることが可能になる。 日本においては、南海トラフ巨大地震の被災地域では、津波の古記録が多く残るのに対して、古文書があまり伝わっていない北海道、東北地方の津波発生史を解明するために、有力な手段となっている。解析を行う上での課題とは、年代判定は堆積物に埋められた陸上植物の遺骸や、堆積物中に内包するサンゴや貝類などの、 生物以外を利用した年代推定が行われる。また、海岸に打ち上げられた津波石も利用されることがあり、岩石が満潮線よりも高い位置に移動した場合には、表面に付着しているサンゴや海類などの活動が停止するため、放射性炭素年代測定を行うことで、津波が生じた年代を求めることが可能になる。日本における研究は、 産業技術総合研究所の開溝型地震履歴研究グループを中心に大学の研究室などで行われ数々の知見が蓄積されている。さらに2014年度には文部科学省の災害の軽減に貢献するための地震火山観測研究計画により津波浸水履歴情報の作成が進められている。特に南海トラフ沿いの地震による津波被害が1年。 以上も前から歴史文献に残るため原子力発電所立地地域の周辺や太平洋側の調査が行われてきた。しかし2011年の東北地方太平洋沖地震以前の調査では南海トラフ沿い太平洋側地域に調査地点が偏り福島県や宮城県で日本海溝沿い巨大地震の痕跡を2011年以前に見つけていながら 津波減災に生かすことができなかったことを教訓として日本国内の沿岸各地で発掘調査が行われている。さらに、従来はほとんど調査が行われていなかった日本海側でも日本海地震、津波調査プロジェクト等により調査が進行中である。一方、千島海溝沿いの地震は、マサキ搬入食以前の歴史記録は極めて少なくかつアイヌ交渉では、 発生年代を特定できなかったが、多くの研究者による火山相除、堆積物の精力的な研究の結果、津波痕跡から、十勝沖から、千島沖までが連動する500年間隔地震が発生していた可能性を指摘するに至った。2020年4月21日に、内閣府の日本海溝、千島海溝沿いの巨大地震モデル検討会が、 公表した津波とその被害規模の想定は、津波堆積物の研究に基づいている。徳島県天郡海洋町の海老が池。普段は海水流入がなく、津波の時に流入する地形の典型で、海底で発生する大規模な地震により生じた堆積物調査が行われる地点は、普段は潮汐や高波の影響を受けず、生物や人間による攪乱の影響を受けにくい。 海岸段球面上、高廃湿地な故障などが選定される。原子力発電所の立地や再稼働に伴う調査、水田や住宅地などでは工事に伴い実施されることがある。しかし、内湾である大阪湾、伊勢湾、東京湾では人間による格乱により堆積物の破壊が進んでいるため行われない。多くの津波堆積物研究によって、 過去の巨大津波の存在が明らかにされてきた。ありがとうございます。